アイドルグループ N.S サインが第18回グリーンリボン希望フェスティバルに出演した N.S サインは28日公式 SNS に第18回グリーンリボン希望フェスティバル完了天気も爽やかでコスモファンに会うのに完璧な日だったコスモと一緒に過ごせて幸せな週末の開始明日もファンサイン会で会いましょうという文とともに写真を掲載した 写真にはカジュアルなシャツとジーンズをマッチさせた N.S サインの姿が映っている。眩しい日差しを受けて一層そうやかな N.S サインのビジュアルが見る人の視線を引きつけている。これを見たネットユーザーはお疲れ様。お天気に恵まれまだ暑かったかな。みんな今日もかっこいいよ。今日の衣装もかっこいい。今日も爽やかなミナンナが見れてコスモの疲れも吹っ飛んだ。 いつ見ても可愛いな、スタイルバッチリの写真だ、などの反応を見せた。この日、N.S サインは華やかな群舞を全面に出した、タイガーニューフレーバーは、を皮切りに、ファンクジャム、ハッピーアンドのステージを繰り広げた。N.S サインは華麗でダイナミックな群舞で、華やかなステージを提供し、舞台の下に降りて、ファンとコミュニケーションした。N.S サインは、グリーンリボンコンサート。 の出演料を全額児童団体に寄付することにしたと知られて注目を集めた。N.S サインはステージを終えた後、来月日本で新しいシングルを発売して日本のホールツアーを進行するとし、僕ら N.S サインにも多くの関心をお願いすると挨拶した。